新井康春新井康春から1927年3月3日は、日本の実業家、政治家、貴族院多額の税者議員、日本統治時代の台湾で事業を起こし財を成した、仙台に町奉行であった、新井海門の文家に生まれる、宮城県氏族、新井森幸の長男、明治維新後、東京に出て、法律とフランス語を学びながら新聞記者となる、 1885年には、大阪新報社編集長、中江町民の門下となる。日本銀行総裁で同居の富田哲之助に、見出されて日本銀行に入り、富田の秘書となったが、富田が日本銀行を去ると、荒井も去った。その後、金が淵宝石に入り、1890年には、金が淵宝石支配人となる。東京商品取引所を経て、 1897年には、富田が創設した富士宝石に入り支配人となった。富士宝石時代に、機械の購入のための交渉により、1898年に、フランス系のサミュエル紹介に認められて同社に移り、翌年私大使、台北支店長となった。1907年に、遠水港製陶会社不況の際に入社して、社長となり、1908年には、 商業大企業を開き台北町下に四つ足底炭鉱を経営。台湾時代に、時の台湾総督府民政長官だった、後藤新平の信任を受け、現地で政党、肥料の会社を起こし、台湾貯蓄銀行の頭取りとなった。さらに、朝鮮や満州でも事業を広げた。新井は台湾で利益を上げて帰国した。北海道では伝統会社を起こし、 定山系温泉の開発に力を入れた。1911年には移植されて、宮城県の東北実業銀行総団役となる。1912年には、小ごと石巻の間に軽便鉄道を付設、仙北軽便鉄道株式会社社長となった。1913年には、日本の対象生命保険の創立次官部となった。この間、 台湾時代に知り合った同郷の元警察署長、元新築州知事の石本昌介を北海道の伝統会社の社長や九百十二年には宮城県の石巻町長に推判している。1九百十年代半ばには、仙北軽便鉄道、洛西地、塩水港政党、台湾食産、台湾聖望の社長のほか、洛土地、仙台ガス、台湾肥料、 台湾商工銀行、台東拓殖政党、台湾に一日新報社、水戸ガス、仙台米国取引所、台湾ガス、台湾海産産、台湾石鹸、新築性能、新築伝統、東北実業銀行、仙台商業会議所などの役員を務めていた。また1911年には、多額納税者議員として、貴族院議員となる。1918年に、 貴族院議員を引退するまでめた以後は衆議院議員を望み、1924年の第15回衆議院議員総選挙に宮城一区から県政会公認で立候補したが、同選挙区は立憲政友会の伊沢平左衛門の選挙区でもあるため、仙台始まって以来の激しい選挙戦となり、268票差で落選した。その後は、 第一次世界大戦後の不景気で事業が振るわなくなったため、晩年は不遇となり、1927年に死去した。ありがとうございます。